吉田さんお疲れ様です格差社会とかねテクノロジーの進化、まあ、それによって起きる、まあ、二極化ですよね経済的な格差とかそのほか貧困の問題ですとか政治不信とかいろんな問題が今渦巻いていて、まあ、今までにないような危機が訪れてるんではないかなというふうについつい思いがちなんですけども100年前100年前ですよ100年前に20代30代の方に 将来的にどんな不安がありますかって聞くとね非常に面白い統計が取れたんですよまずね経済的な不安がありますって答えた人が圧倒的に多かったまずは就職難ね就職できる人があんまりいなかったっていうとこですねまあ当時は株式会社もそんな揃ってなかったってこととうんまあ確かに戦争もありましたからね、うん、だから就職難っていう問題はあったかもしれませんねでも就職難っていえば今でもそうですよね2つ目貧困の問題です 100年前って言うと1920年代なんですけども貧困っていうのがねその時もあったんですよ今も貧困がありますどういうことなんでしょうかねこれはねえそして災害です、まあ、今もね地震とか自然災害これに備えなければいけないよねっていうことで南海トラフとか首都直下型地震ってありますけども100年前も同じように将来起きるであろう災害とか津波とかっての予言されていてそれに対して多くの人は怯えていたりとかね うん、それでいろんな準備をしたりとかしていたらしいです。で2つ目、社会的な不安があったと100年前の人が統計で出されています。政治不安、<laughs> 100年前もあったんですね。今だけじゃないんですよ、自民党政治が悪いとかな、なんかいろいろ言ってるのはね。で、差別、今も差別はあったと思いますけども、例えばね、LGBTQ みたいな法律ができたりとかですよ。でも100年前も差別っていうのがあって、女性とかマイノリティ少数派に対して配慮がないってことは叫ばれていたらしいですね。 で、家族制度。今も家族の在り方にいろんな疑問があったりとかね子育てする環境がないとかそれから親子の間の愛情が冷めていて引きこもりとかがあったりとか虐待があるみたいなことありますけどもこれね100年前も同じなんですよね100年前も日本では家制度っていうのが残っていてその名残によって個人がなかなかね家庭に馴染めなかったりとかそれからまあご近所トラブルがあったりとかね 親戚ならではの、こう、身近な人だからこその、なんか衝突があったりとかしたらしいです。今とあんまり変わんないですね。え、それから3つ目なんですけども、将来への漠然とした不安が100年前もあったそうです。まあ、今も同じですよね、これはね。うん。例えば、将来像の不確実性。これからどんな人生を歩んでいけばいいのかってこと。ね、何が正解なのか。情報が多くてわからないっていうふうにね、最近の方も言われると思いますけども、これ100年前もね、情報がありすぎてわかんないって言われたらしいですよ。 <laughs> 面白いですよねそれからアイデンティティィの確立今も一体組織のために生きればいいのか個人のために生きればいいのか自分らしく生きることは何なのかっていうふうに多くの方が悩んでると思いますけどもこれ実はね100年前もね、まあ、いろんな議論があったりとか小さな政治集団ができたりとかしてそれこそねなんかこう新しい政治体制を作るんだとかね 新しいなんかコミュニティを作るんだとか言って、あの、固まっていた人たちがいたみたいです。なんか地下連合みたいな感じでね。で、えー、最後ね、生き方の模範。若者たちが将来どんな人になればいいのかっていうことにすごく迷っていたということです。今も多分そうかもしれませんね。うん。ということなんでね、100年前も結局は未曽有の危機だっていうふうに言われていて、未だに未曽有の危機だっていうふうに言われてるんですよね。それは一体誰が言ってるのかなと思うんですよ。多分、 情報を発信する人のスタンドプレイかと思うんですよ。で、人を不安に陥れて、だったらこの方法がありますよと。と経済的にやばいですよね。だから稼いでいきましょう。このノウハウで。みたいなね。まあ、そんな形なのかなと思っちゃいますけどもね。面白いですね。こうやって調べてみると。私たちがいかに思い込みにまみれているのかってことがわかります。じゃあ。